ほんの一瞬目を離しただけで、もう二十何年間親子が会えなくなってしまうのって本当に辛いなって思いましたし、目を離した隙に誘拐された3歳の娘、愛する我が子が突然行方不明に。そんな絶望に前代未聞の長い戦いを挑んだ父親がいる。娘がいなくなって2週間、食事が喉を通りませんでした。あらゆる手段で娘の捜索に励んだ父親は、少しでも情報を集めるために職を転々とした。娘の捜索に費やした期間はなんと24年。そしてついに、24年ぶり、娘との再会に涙が止まらない。空いた空白があって、そこでの再会っていうものは、映像でもグッとは来ましたけれども、ご本人はもう何とも言えないものだったのではないかなって気がします。頑張ることとこう続けることの大事さというか、結構長い間のご苦労があったので、そこの気持ちを考えるとすごい辛かったし大変だったんだろうなと思いますけど、頑張って続けていればちゃんと人がつながって、何か結果がついてくるものなのかなって思ってしまうような、なんか本当素敵なお話でした。ワールド極限ミステリー、皆さんぜひご覧ください。